リブっていうかね、ボランティアの違った感じでね、やりたいと思います。私あのカラオケね、お店をやってますけど、カラオケで年間ね、1位だったというね、若者の歌を歌ってみたいと思います。ゆうじさんのね、ドライフラワーですね。Oh.
ゆうじさんのドライフラワーでした。これは去年のね、紅白でね、歌われた猫というね、アイノムさんが書いたのね、ディッシュだったんです。夕焼けが燃えてこの街ごと飛び込んでしまいそうな今日に、僕は君を手放してしまった。明日が不安だ、とても嫌だ、だからこの僕も一緒に飛び込んでしまえよ。夕焼けだけどもそうはいかないよな、明日って痛いほど来るよな、眠たいよ君の中
紛れ散らす
ということでね、長渕剛さんがね、お友達の結婚式のためにね、作った乾杯っていう歌をね、思ったよりね、いい歌が。
ということで、2時になりましたのでね、最後の歌、水前寺清子さんの大ヒット曲、365ホロマーズで、締めたいと思います。では、ワン、ツー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 。幸せは歩いてこないんだ、扉は狭いんだ、ただしゃがんで通る百日百本千日千本まわりなんにもならにも人生はワンツーパンチ、明日の明日はまた明日、あなたはいつも新しい希望の虹を抱いて、幸せの隣にいてもわからない日もあるんだね、一年365日違いで逃がしても、人生はワンツーパンチ、歩みを止めずに夢見よう、千里の道も一歩から始まることを信じ、五福の縁結び地、ね、1月9日、ね、呼んでいただきましてね、ここで、まあ、ミニライブをすることができましたと、ね、いうことで奥越からやってみました。今日ゲストの方もね、参加していただきましたので、また今年1年ね、いい年になりますようにということで、明日からサマスターでした。ありがとうございました。東京にありがとうございます。